TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 はい、クリス・ペプラーです。今日は6月17日5時12分ちょうどだったはずです。まあついさっきなんですけどね、まあ、2秒ぐらい前なんですけど、まあこれは録音されていますけれども、ともかくリアルにこだわり続けていきたいと思います。クリス・ペプラーです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ワールドカップが大変盛り上がってますけどね。クリスさんの好きなカップは D カップです。バカ野郎、もうあの分かりやすい時代を踏むのが大好きなんでね、私もね。ね、やっぱりでもあの試合自体がやっぱり高レベルですからね、このあたりでやっぱりあんまりそのサッカーを知らない人もどんどんそのサッカーの魅力について、掘り下げていけばいいんじゃないかなと思いますけれども、僕もなんかワールドカップで学ぶみたいな多かったですから、日韓で初めてなんかやっぱりそのサッカーの醍醐味みたいなものを、感じ、それからはやっぱりいい試合は絶対見たいなっていう、感じですよね。あとは結構寒暖差が激しいからちょっと体調を崩しやすいよね。ちょっとこう気温が上がると体が そこに順応しようと思うから無防備になるんだろうね、体自体が。でそこで結構体調を崩したりとかするような気がいたしますけれども、そう、せっかく衣替えしたのに、つい一昨日ぐらいまでは T シャツを捨ててこと寝てたんですけど、また昨日はスウェット着て寝てましたけどね。そう、気をつけましょう。さあ、気をつけなければいけないのは今週の TOKYO HOT 100、レギュラーチャートトップ5をチェックしましょう。5位はサチモス、ボルテージ、オンエア好調、先週16位からトップ5入り。4位はアイコ、花が咲いた。ニューアルバムのセールスポイントが加算され、先週54位から50ポイントアップ。3位はマルーン5フィーチャリングカーディ・ビー、Girls Like You。オンエア抜群、先週46位からトップ3入り。ホット2位はアリアナ・グランデ、No Tears Left to Cry。連覇は5でストップ、先週1位から一歩後退。ということで、最新の TOKYO HOT 100、アリアナを引きずり下ろしたのは、スーパーフライでした。1年7ヶ月ぶりのニューシングルのリリースに合わせ、オンエア、リスナーズポイント、シングルセールス、バランスよく稼いで見事100曲チャートのてっぺんに到達。 TOKYO HOT 100 Here's our brand new number one song Superfly Bloom。 最新のレギュラーチャートトップ5でした。さあ、次回ゲストは100曲カウントダウンに加え、サチモスとキリンジョーをお迎えします。お聞き逃しのないように。J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100